ね、そうやね、長打を求めるから、うん、助っ人外国人選手が欲しいねん各球団。確かに、うん、長打を打てる選手ね。ってなると野手の助っ人外国人選手いらなくなるよ。ほんまやいらない、ほんまや。はい、南さん、はい、YouTube です。はい、お願いします。お願いします。ちょっとお知らせがありまして。お知らせ、はい、何？いよいよ YouTube のネタがなくなりました、はい、なくなったなくなった、はいはい、そこでですね、はい、ちょっと今日新たな企画を、はい、用意してます。何？はい、ちょっとね、仮想現実みたいな、うん、例えばね、はい、もう今日のお題発表するわ、はい、仮にプロ野球が、うん、今ね、ナウね、はい、今の時代、はい、金属バットだったら、はい、どうなるのか。あー、今のその木製のプロ野球じゃなくて、そう、今現在ね、そう、金属バットに持ち替えたとしたらどうなるのか。もしも今のプロ野球が金属バットだったらどういうことが起こるのか、うん、はいはいはい、っていうことを、うん、ただただ喋る。なるほどね。っていうのをちょっと一回やってみたらどうかと。そうやね、はい、昔ってさ、はい、社会人野球は金属バットやったやん、はい、そうですね、まだオリンピックにアマチュアの選手しか出てなかった時代か、うんうん、あの時は金属バット使ってたからさ、はい、だから僕らもね、うん、大学野球の前か高校野球とか中学校野球とかをやってた時代までは金属バットやったはずやねんな。そうですね、社会人ね、うん、そうやね、うん、だそれがもしプロ野球だったらみたいな、ね、プロ野球がもし金属バットを手に取ったら、うん、はい、どうなるのかはい、はい、っていう話をちょっと想像したらおもろいんじゃないかと、うんうん、なるほど、はい、わかりました。 やってみますか。やってみましょうか、はい、お願いします。お願いします。まずね、うん、金属バットになったらプロ野球がね、はい、握り替えたとしたら、うん、とんでもなく蛇行到底になるよ。そうやなまあまあそうやな、とんでもないよこれ。まあもうどう考えてもバッター有利になってきますかね。なるなる、これ絶対になる。うん、打ち損じね、今の時代、うん、今の時代ってもう違う、うん、金属バットじゃなくて木製バットを持ってる今のプロ野球の打ち損じが全て、うん、打ち損じじゃなくなるからね。全部ヒットになるってこと？うん、全部ヒットになる、うん、もっと言ったらほとんどホームランになるんじゃない？だこれさ、うん、だ今ホームランを取る年間のホームラン王の大体、まあ、本数ってさ、うん、まあ、30本から40本ぐらい、うん、がホームランを取るレベル水準じゃないですか。そうやね、これ多分 3,40 本でホームランを取れないですよね。取れない、取れないですよね。取れない、どれくらい打たないと、どのくらいか、うん、これね、僕の予想、うん、60本60本打ったらホームランを取れるんじゃない。じゃあ村上さんとか、去年の村上さんとかエグいっすよ、はい、だからそうやね、それはエグいよね、うん、っていうことは何、60じゃあかんのか。無理よ無理か。80でしょ80 だって年間さ、だいたいスタメンでずっと出てて規定打席乗る人って、うん、120本打てばヒットね、うんうん、結構いい率残るはずやねん、うん、ほうほう、ってことはすごくない。だ半分ほぼホームランやん。そう、ほぼホームラン、そういうこと。いや、そうなるよね、確かに。だってさ、うん、金属やで確かにね、うん、もうそのね、今木でぐちゃって詰まった打球、うん、これ行くからね、金属、うん、正味全然飛ぶでしょ。飛ぶ、楽でしょ。楽だから木に比べてさ、うん、少々の詰まりとか、うん、少々の先っぽで打っちゃったとか、はい、はもうヒットになるよな。ヒットになるし、長打になるよな。長打になるはず。だって昔のね、社会人野球が金属バットを使ってた時代の、うん、スコアとかさ、はいはいはい、都市対抗のスコアとか見るとさ、うん、すごいよ。どんな20対何ぼとかあ、そう、12対11の試合とか、結構やってるよ。その2桁取り合ってるみたいな試合。じゃあもう乱打戦ばっかりそう、あ、やっぱそうなんや。だからこれ考えるとね、とんでもないことになるよ。えぐいな。えぐいよ。だから打球速度も上がるよねってことはもうヒットが増えるってことだもんな。そうやね、ヒット増えるし、
怪我人も増えるよ。そうやばいよな多分。ピッチャーライナーとかマジで考えたくないよな。やばいよ。これでももしかしたらダイヤモンドの大きさまで大きくしないと無理かもしれない。いやそれはあるよね。で野手の数増やす。だからあの、ね、例えばやけど、うん、今、ね、ピッチャー150キロ投げますと、うん、で変化球鋭いですと、はい、でコーナービタビタに投げるコントロールありますと、はい、そういうピッチャーでも、うん、あの防御率でいうと、うん、6点台ぐらいまで上がるんじゃない。で最優秀防御率が6点台ぐらいになってくる。6点でも5点台とか6点台だってあのちょっと考えてみてほしいんやけど、うん、そうなった時に金属バット持った時に、うん、アウトを取る方法として、うん、もう三振しかなくなるよ。うん確かにね。三振しかなくなる、うんうんうん、バットに当たったらフィニッシュ、うん、ほうほうほう、行かれるよ。確かにな、行かれる。だからさピッチャーの投げる球種とかもだから変わってくるんだろうね。で今とかだと、うん、あの速いスピードのあるボールで小さく動かしてバットの芯を外すみたいな、うんうんね、カットとかさ、カットボール、ツーシーム系ね、うん、あるじゃないですか、うん、それだとでももうヒットになりますもんね。ヒットというかスタンドまで届く可能性あるよ。少々芯外れても芯が変わるからね。そうだよね。次のバットの芯って多分このくらい、幅で言うと、うん、一般的な芯ね、うん、だ金属バットって多分このくらいまでいくから。そうだよね。めちゃくちゃ広くなるから、うん、あのちょっと動かしても、うん、全部芯からずらしてもまだ芯みたいな、ね、そうだからもうバットに当てないっていうのが一番の策というか、うん、そうやね、いいってことやな。ってなるともうフォーク連発よ。ああ、そうやな。ってことはフォアボール増えるよ。ああ、そうか。じゃあまた、だからホームランは誰、うん、まあ、60本じゃ無理やから80本。打率は？打率、うん、だからまあ首位打者取るのが3割2分3分、まあ、3割2分3分ぐらいか、うん、4割は超えるよね。4割でしょ出てくる4割。だから首位出し取る人で4割後半、4割8分4割8分で首位出しこれさ、うん、助っ人外国人選手も金属バット持つわけですよ、うん、死人出るよね。だからそうなった時には、うん、助っ人外国人選手がいらなくなる可能性、うん、ああ。あるよ。確かにな。そうやね。確かにな。日本人のバッターでも、もう当たってしまえばスタンドまで届くことが考えられるから、はいはいはい、そうこれ助っ人外国人選手がいなくなる。確かに。あの野手の外国人選手呼ぶってことは、うん、大きいのを打てる選手を取るっていうのは結構まあね。そうやね。長打を求めるから、うん、助っ人外国人選手が欲しいねん各球団。確かに、うん、長打を打てる選手ね。ってなると野手の助っ人外国人選手いらなくなるよ。ほんまやいらない。ほんまや。ピッチャーはいる。いるね。ピッチャーはいる。ただ野手の助っ人外国人選手はいらなくなる。確かに、うん、なんでって言ったらもうスタンドまで届くから。日本人でもね。ほんまやね、うん、へこれね、おそらくだけど皆さんが思ってる以上に簡単に届くよ。ほんま。プロ野球選手が金属持ったら、へー、イージーで届くよ。楽勝楽勝。振る必要なくなる。もうどんだけガチャ詰まりしてもイージーで届くよ。へー、うん、そのくらい違うからね。あ、そうなん、うん、マジか。うん、全然違う。あとなんか変わるかな。あと変わること、うん、盗塁なくなるんじゃない。あ、長打増えるから。長打増えるから、盗塁をするメリットっていうのがすごく減るんじゃない。確かに、うん、盗塁して、盗塁って大体8割以上成功して、うんうん、あの有効な作戦とかっていうことも言われたりするんだよな、うんうんうん、ってことは8割走れる人はまあいいとして、それ以外の人って走るメリットが感じられなくなるはず、うんうんうん、なんでつは長打増えるから。そうやな。これじゃあバントとかはどうなる。バントなくなるんじゃない。いらない。なるよな。いらない。はあ。だって変な話、僕がね、もし現役の時に金属バット持ってたとしても、うん、僕も年間20本以上打つからね、多分。本当。おそらく。そんな違うの？おそらく打つよ。え、ちょっと待って。11年間で3本、うんうん、ホームラン3本、通算ホームラン数3本の男が、うん、金属バットに持ち替えたら1シーズン20本打つの、うん、まあそのどんだけ試合出るかにもよるけどさ。いや例えばまあフルで出たとしようよ、うん、フルで出たとしたら、ね、うん、レギュラーで出たとしたら、うん、僕20本以上は絶対打つよ。マジ打つ。打てる。やべえよ。それ一番金属バットの凄みが分かるな。
すごいやん。だって今現在ね、うん、あのたまにというか金属で打つこととかもね、遊びでね、うん、ちょっと打たしてよとかっつって、うん、やべえよ。あ、そう、全然届くから今の僕の今の状態で。余裕でスタンド入る。余裕で届くから。へえ。そんなちゃうの。違うよ。マジ。もうキャイーンって飛んでいくから。はあ、うん、だからこれはなプロ野球選手の技術が乗っかったとしたら恐ろしいよ。そうやな、うん、恐ろしい。へえ、そっか、うん、じゃあもう何やろこれ、ピッチャーはかわいそうっすね。だからそうやね、うん、そうなるよね。なんかさ、防御率5点台で、うん、いやいいピッチャーですねって言われるわけやんか、うん、なんか喜びづらいな。確かにね。なあ、だからまあそういうことが考えられるから、うん、まあ、あのこの話したら元も子もこの話題なくなるんやけど、うん、あのプロ野球って木やね。木やな。そうやな。じゃないと危ないよな。だからそうやねんな、そういうことが現実に起こってしまうから。だからまあ、うん、あの社会人野球も、うん、まあ、打工到底やったから、うん、あの木に変わったはずやね、うん、あとその危ないとかそういうこともあったはず、うん、だから、まあ、木に変わった、うん、木製にね。まあそうやね。、まあ、高校野球も何回もね、うん、規定が変わったりしてるよね。そうやね、バットの重さが重くなったり反発係数を抑えたり、うんうん、でまあ今ね、今の高校生の力やったら金属バットもうちょっとね、うん、危ないんじゃないかとかっていうことで、もっともっとその低反発のバット、うん、あの限りなく木のバットに近い金属バットが登場するっていう話もね、うん、実際今出てきたりしてるからね、うんうん、そうか、変わるよこれ。野球おもろくなるんかな、おもんなくなるのかな。で、ね、ピッチャー目線で守り勝つ野球が好きな人はもう明らかに面白くなくなる。そうやね。ただ野球の醍醐味ってもともと何かって考えたら点を取るってことやからさ、うん、そうね、うん、点を取るスポーツやったはずやからさ、もともとだからこれはまあ面白いって感じる人はもしかしたら増えるかもね。あー、まあ、ホームランはな、うん、いいもんなやっぱりな、うん、ただ試合長くなるよ。確かに。そっか、試合乱打戦ばっかやもんな。試合長くなるよ。あうん、なるほどね。みたいな感じですよ。はい、新しいね。そう、はい、だから他にももし何々だったらどうなるのか、うん、はい、うん、ちょっとそういうあのネタ話題もね、うん、はい、ちょっと何かあったら、はい、コメント欄に欲しいよね、はい、いよいよこいつら値段なくなったなって。いや、そう言ったらほんまにこの人たちやばいんかなって思われるから、うん、実際はちょっとあるんですよ、うん、まだ実際はね、うんうん、っていうことにしとかないと。わかりました。、はい、ということでいかがでしょうか。はい、はい、大丈夫です。ということで今回の動画は以上になります。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。